はい、皆さんこんにちは。今日は先日発表しました GPT で音楽を作る、そんな動画がたくさんの皆さんに見ていただいて関心が高いんだなということがよくわかりました。今日はもっともっとですね、テンプレートを充実させて皆さんにこんな風なワークフローでやればとってもいい曲ができるんじゃないかというようなお話をさせていただきます。今画面にありますのは、一番上にコードトラックというのがあります。そしてモチーフというふうにアレンジトラックを書いています。これあんまり意味がありません。そして次は GPT で作ったメロディーですね。このメロディーを赤いところに入れてあります。そしてコード進行は紫のところに入れてあるんですけれども、そっから下4つにですね、ミディは何も入っていません。冒頭で鳴らしたように音が鳴りました。これは昨日ミディポリッシャーというルーティングのお話というのをさせていただきました。そのやり方をここに組み込んだわけです。ここのコード進行というところにはそのミディポリッシャーが入っています。これは単にルーティングのためのミディポリッシャーだと思ってください。ここでトランスポーズをしたりとか、いろんなことができるためにこのミディポリッシャーを入れています。そして次はその音でコードバッキングを聞けるようにしたトラックです。このトラックですね。他ちょっとミュートにしてみましょう。このような並びにするとですね、バッキングだけが流れます。メロディーとの相性がいいかを確認するためです。ちょっと聞いていただきましょう。はい、このようにメロディーといいなというようなことがわかるようにです。そしてこれ一旦ミュートしておきましょう。次にアコギを入れて、そしてその下がシンセサイダーです。その次はピアノです。これらを一つ一つ鳴らしてみます。簡単にイメージを沸かすことができます。はい、もちろんここでですね、アコギはこのパターンがいいかどうかというのでですね、他のストロークパターンを変えてみます。はい、このようにいろんなバリエーションを出すことができます。そして今度はシンセサイダーです。一緒に鳴らしてみましょう。はい、今度はピアノを鳴らしてみましょう。ピアノだけにしてみます。ピアノ曲を作ったりするときは、このパターンで聴いてみるといいでしょう。はい、ピアノの弾き方は、ピアノのフレーズを選び直します。はい、このように弾き方を変えてみたりすることができます。さらにドラムを入れるときに3つドラムを入れました。理由というのがあります。それは普通のノーマルなドラムがいいのか、そしてどちらかというとポップス系にいいのか、あとはパーカッションですね、
これらをどう加えるかというふうにするためです。例えばアコギを鳴らしてみましょう。そしてピアノはオフにします。ドラムをいろいろ追加していきますので見ててください。はい、次はポップなドラム。はい、今度はパーカッション入れてみましょう。パーカッションだけにします。はい、パーカッションのバリエーションちょっと変えてみましょう。思いっきり変えるときはこれをドラッグ&ドロップします。ですからこれを一旦消しますね。そしてもう一度入れ直します。はい、聞いてみましょう。はい、こんな感じにですね、ミュートとソロを組み合わせるだけでいろんなパターンができるようにしてあるわけです。さあ、もう一度本題に戻ってみましょう。前々回の動画をまだ見てくれていない人、いわゆるチャット GPT で音楽を作ってしまおうということです。ちょっと画面を切り替えます。はい、僕が開発した AI 作曲コードとメロを GPT が作成というのがあります。これはここだけで作るんではなくって、これで僕の考えた村長スタイルコードがすぐに出てくるのではありません。なぜならもっと能力の高い GPT-O1 プレビューで作りたいからです。まずはこれでプロンプトをアシストしてもらいます。ここでは質問に答えていくだけです。まずキーを選択します。C メジャーの曲を作りますので1番ですね。次はメジャースケールを選びます。1番。次はジャンルを選んでくださいということです。今度はアコースティックな感じにしますのでカントリーという風にでもしておきましょう。小節数は僕のワークフローではもう16小節を作っていくことに決めています。でも短いのも長いのも作れます。テンションコードは使いますかということで、今回は使わないを選びます。次はメロディーはボーカル用です。1番押します。はい、まとめてくれました。C のメジャースケールでカントリー風の16小節。テンションコードは使わない。そしてボーカル用のメロディーを作ってほしい。こういうことで送ります。するとプロンプトを開発してくれます。はい、このプロンプトでよろしいですかということです。じゃあ、このプロンプトをコピーします。そうしましたら、今度はチャット GPT の最新バージョン O1 プレビューというのでコード進行とメロディーを作ってもらいます。ここから先はチャット GPT のプラス以上に入っていないとできません。せっかくここまで聞いていただきましたが、これを持っていない人は今現代はできません。こんなに変わったことができるんなら GPT に課金してみよう、そういう方がおられましたらチャレンジしてみてください。じゃあここに今のプロンプトを貼り付けます。そして送信をします。すると GPT はいろいろ考えます。そして答えを出してくれます。ここはスキップします。はい、できたようです。ではコード進行をコピーします。
そして前回もお話ししましたテックスコード2、ここに入れていきたいです。一旦消します。そして貼り付けます。はい、このコード進行で鳴らしてみます。ちょっとこれでイメージを沸かせます。はい、こんな感じにコード進行ができました。これを書き出すんですけれども、どんな感じに書き出すかをちょっと決めたいと思います。今は8分音符のオクターブ上下ということで、うんちゃ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 っていう感じになっていましたね。これをそうですね、2分音符にしましょう。なぜならここで1つの小節に2つのコードが入っているのがあるからです。これでスタジオ1に送りたいと思います。はい、このコード進行を一旦消します。そしてここにエキスポートミディからドラッグします。このようになったわけです。この下のコードを一旦消しまして、上のコードを下に下ろします。その時、オクターブというところが5というふうになっています。これは6にしておく方がいいです。6にするということは、音程の高さで言えば C4 あたりからコードを書いてくれます。じゃあこれで下ろします。このようになりましたが、次はメロディーです。一旦このメロディーを消しておきます。GPT に戻ります。はい、GPT がメロディーを作ってくれていますので、コードをコピーします。そして、僕の開発しましたウェブアプリで無料で使っていただいています GPT メロディープレイヤー、これを出します。これらの URL は概要欄に貼っておきます。そして、ここでクリップボード貼り付けというボタンを押すと、今のコードがこちらに来ます。そして、これは単に貼り付けただけではなくて、エラーがないかとか勝手に処理してくれています。ここで MIDI のファイルを作りますが、今ボリュームが64になっています。ちょっと小さいですので、110ぐらいにしておくと一番いいと思います。まあ、About でいいです。そして Save as MIDI というボタンを押してください。僕はこのように場所を選択できるようにしていますが、皆さんの場合は勝手にダウンロードホルダーに保存されると思います。ここで分かりやすいように前に8888と適当に入れておきます。僕がテストしたファイルと被らないようにです。保存をします。書き出したホルダーを見てみましょう。はい、このように書き出しができています。これをドラッグ&ドロップします。メロディーの場所にです。はい。よかったですね。今回は最初からバッチリ16小節分作ってくれました。たまに15小節しかないという場合もあります。そんな時はもう一度15小節しかないよというような感じで GPT にやり直しをしてもらってください。それではメロディーを聞いてみましょう。このようにダブルクリックしてみましたらですね、こういう風に入っているということです。では、コードバッキングだけでまず聞いてみましょう。いいメロディーですね。最初の入りがいいじゃないですか。冒頭からあるんじゃなくって、ちょっと見ていただきますが、8分9符が入ってですね、
半拍分遅れてメロディーが入っています。こういう動きのあるメロディーが欲しいわけです。はい、メロディーをしっかり追いながらですね、もう一度聞いてみてください。今度は同じでは面白くないので、ピアノのバッキングを入れて聞いてもらいましょう。はい、どうですか？これが GPT がコード進行に合わせて考えたメロディーです。素晴らしいですね。じゃあこれでちょっとピアノの音が被るのでピアノは使わないでやりましょう。シンセサイダーをオンにしてアコギもオンにします。ドラムはですね、標準のドラムとパーカッションを入れてみます。この状態で聞いてみます。いいじゃないですか。9小節目にメロディーが食ってるんですね。これが僕は気に入りました。はい、ここですね。このように8部食ってるんです。ここがちょっとトリッキーで面白かったです。でもこれがあまり良くないなと感じた方、それは直せばいいと思います。ちょっとここからこのままもう一度聞いてもらいますね。はい、こうなるのか、もしくはこれを引っ込めるのか。はい、これの方が安定すると思ったらこういう風な編集を加えてもいいです。何も GPT の言う通りにする必要はありません。じゃあこれができましたので、これを書き出ししたいと思います。書き出す範囲はもう選択できていますので、DAW の書き出しですね。これをやってください。そして、たまたま今、スタジオ17でやっていますけれども、これ自身はですね、ちょっと応用さえすれば、どんな DAW でもできますので、チャレンジしてみてください。はい、ここがループ間という風になっています。じゃあ、これで書き出しをしましょう。あ、そうだ。ここには工夫があります。書き出すときにピークを超えて音割れしないようにここにリミッターを挿しています。このようにしてピークをマイナス 1.1 ぐらい、まあ1でも何でもいいんですけれども、ピークを超えないようにしています。こういう工夫が必要ですね。はい、それでは書き出しをします。名前はテスト8888にしておきましょう。先ほどもメロディー888にしましたからね。そして書き出しをします。はい。では、スノー AI の画面にやってきました。クリエイトボタンを押します。そうしまして、アップロードオーディオというのを選びます。マイドライブから選びます。ここにドラッグ&ドロップしてもいいんですが、ちょっとたまにですね、ドラッグドロップがうまくできない時もあるんで、マイデバイスから開くと楽かもわかりません。そうしましたら、ここにテスト888 WAV というのがありますので、これを選択しまして開くというふうにします。白いボタンが出てきたらアップロードしてください。はい、著作権は引っかからないはずです。こんなアイコンが出てきたら OK です。コンティニューを押します。はい、サクセスが出ましたね。画面の一番下にテスト888が来ています。念のために
音を聞いてみましょう。はい、こんな感じですね。あとはここに歌詞を入れていくわけです。歌詞はご自分で作られてもいいですし、僕の方でもチャット GPT で歌詞を作れるソフトも作っています。それも概要欄に貼っておきますので。この歌詞作成 AI というのはとっても人気でですね、もう何万人という人が使ってくれていました。ただしこの間ですね、ここに素の AI と書いてあったらですね、ブランドの利用というところで少し問題ができて、タイトルを書き直したりしましたので、ちょっとですね、せっかく何万人という人が使ってくれていたのにですね、もう一度リセットした感じになりました。皆さんも GPTs を作るときはブランド名とかが入ったようなことはしない方がいいです。例えば YouTube の何々というような GPTs は通らない場合がありますので、作成するときは考えて作ってください。まあ、この歌詞作成 AI につきましては、細かいことは今日は割愛させていただきます。スノの方で歌詞を作りたいと思います。それでは秋も深まってきましたので、ここにもう冬の話にしましょう。はい、このようにクリスマスのプレゼントと書いて、ここから先をスノの方に作ってもらいましょう。はい、歌詞ができましたね。そうしましたら、先ほどの自分のモチーフですね、テスト888、これをですねエクステンドします。そうすると画面の下の方に31秒ということで、ここにセットされました。タイトルはクリスマスのプレゼント、そしてスタイルオブミュージックで、まあ J-POP であったりとか、そういうようなことを入れたりします。じゃあ J-POP としてカンマして R&B としたりして、あとは男性ボーカルでいきましょう。メールボーカルというふうに書いて、そしてエクステンドという一番下のボタンを押します。これは15秒ぐらいでできますので、ノーカットで作ってしまいましょう。はい、15秒もかからなかったぐらいですね。素晴らしい速さですね。じゃあ上の方から聞いてみましょう。雪が白く降り積もる、寒い夜空が光る、街が輝くその時に心が温かなる。天使の歌が響いて、子供たちが笑う。うまくモチーフを取り入れてくれています。プレゼントがいっぱいで夢が広がる世界。はい、この曲の先頭の入りがちょっと気に入らなかったので、次の曲を聴きましょう。はい、指パッチンが入ってクリスマスらしいですよね。街が輝くその時に心が温かくなる。天使の歌が響いて。はい、二つとも僕の中ではまだいまいちな感じがしました。あえてですね、これはスタイルを全く指定しないで男性ボーカルということだけでやってみましょう。もう少し違うイメージができるかもわかりません。せっかくモチーフをアップロードしたので、あまりいろんな装飾はつけない方がいいのかもわかりません。じゃあ聞いてみましょう。雪が白く降るさも anyway、 寒い夜空が光る、街が輝くその時に心が温かくなる。天使の歌が響いて、僕はこちらの方が好きです。子供たちが笑う、プレゼントがいっぱいで夢が広がる世界。クリスマス
星が導くその場所で、あなたと過ごす時はい、ここでモチーフがうまく使われています。どなかいが空を飛んでサンタがやってくる、願いが叶うその場所に。はい、下も聞いてみましょう。雪が白く降り積もる、寒い夜空が光る、街が輝くその時に心が温かくなる。天使の歌が響いて、はい、このメロディーのところもちゃんとモチーフをうまく引用しています。はい、いい感じですね。10秒15秒ぐらいで2曲もこんな風に完成させてくれるわけです。もう AI と勝負しようなんて無駄な抵抗だと思いませんか？もちろん僕は音楽が仕事ですから、まあそれなりのことは作ったりはできます。でもこんな時間では全くできません。そんなわけで今日は前の動画に引き続き、あまりにも人気が高かったので、また同じような形でチャット GPT でコード進行とメロディーを作って、そして DAW を挟んで、前回と違うのはテンプレートというのをしっかり作り込んでですね、ソロとミュート、これを切り替えるだけで、いろんな16小節のモチーフを簡単に作る。という実験をしました。皆さんもチャット GPT プラス以上に入っているならですね、一度この方法で作ってみてください。それでは今日も長い時間ありがとうございました。またねー。